亀貝良雲は、元浄土新州の僧侶で、後に、キリスト教に改修して牧師になった人物。日本キリスト教団と山新城教会を設立した。1888年と山県新城町の浄土新州大谷畑出貝願寺の住職の息子として生まれた。親鸞の直系である蓮尿から18代の末裔である。17代目住職である父が2歳の時、 山崩れのため、大水が出て、家族は助かったが、寺は流され、無一門になった。父は、無理をして、新城町に寺を再建したが、借金を負い、段下も少なくなって、生活は貧しかった。僧侶となる教育を受けて、富山中学校を卒業後、第四高等学校で、倫理の時間に、西田北郎より、キリスト教の説明を聞いたが、 その時はよくわからず仏教の信仰を熱心に、東京帝国大学では、井上哲二郎と、畑野聖一から哲学、姉崎正春から宗教学を学ぶ。在学中は、明治の新乱と言われた新州大谷派僧寮、近住上官が、青年の信仰教育のために、東京本郷で主催していた、弓道学者に懇願して入り、大学の3年間と大学院の1年の4年間教育を、 受け、深い感化を受けた。一方で、キリスト教に触れ聖書を読み始めた。日曜日に除いた、本郷の救世軍招待で、山室の説教、祈祷の力を聞いて、感動を受け、東京を去るまでの1年間、日曜の午前中は、近住の話、午後は、山室の話を熱心に聞き続けた。大学2年の時父が死んだので、寺を継がなければならなくなったが、勉強がしたくて、 大学院に進んだ。また寺で結婚式を挙げた。いつまでも実家の世話になるわけにいかず北海道小樽中学の教師となった。小樽にも寺はあったが、信仰のためというより、仏事行事のためだけの寺であったので満たされず、研究にもならなかったので、札幌の北海道大学総長、佐藤昇会やホームズ宣教師をよく訪問して、キリスト教について学んだ。 その頃全国的に伝道をしていた当時旧西軍に所属していた金森追林が小樽に来て伝道集会を行った。出席した両運は神、罪、救いについての金森の熱烈な話に強く打たれたが一緒に祈った際に金森が言った言葉に反発を感じて葛藤する。しかし祈るようにと言われた言葉が心に残り神に祈り始める。一年ほどで 小樽中学の解雇宣告を受け落胆しかけたが、下宿に帰ると、母校の富山中学から教師に来てほしいと依頼状が届いていた。小樽時代は、新婚の妻を、老母の世話のために、富山に残しての単身赴任だったので、郷里に戻れることは願わしいことだった。富山県の青葉幼稚園分園のアームストトング、宣教師1917年。 人間の死という大問題がイエス・キリストの復活の出来事において成就されているのを知り、9月23日に富山市の森立町メソジスト教会でメソジスト派のイーシー・ヘガニー宣教師より洗礼を受ける。最初は住職の仕事をしながらキリスト教を信仰していたが、後に家族に打ち明けて妻や母親になどの大反対を受ける。一時は キリスト教信仰を捨てることも考えたが、正式にキリスト教信者になることを決意し、ウィリアム・メレル・ボーリズとの出会いがきっかけとなり、大見兄弟社聖書学校へ入学する。富山新庄教会の前の亀貝良運本願寺に聖書一冊と金森通林の信仰の勧めを送り、除名を申し出直接検診して、東京新学者で学び、上村正久に訓導を受けた。 牧師になり、1919年へを購入して、9月から亀貝夫妻で移り住む。富士見町協会牧師、植村正久らの尽力で、地元をカルバリさんとみなして、富山新城協会を設立する。1920年に、富山日本キリスト協会の牧師を兼務する。アームストロング宣教師が、新城伝道所に幼稚園を設立する。 1925年6月18日、亀貝谷愛子夫人が亡くなる。1926年に、堀内千代子と再婚する。1951年に自伝として、仏教からキリストへ、いつるる温調の木を表す。1969年牧師を引退し、名誉牧師になり、篠原愛義氏が、牧師に就任する。1972年10月17日、 昏水状態に陥り、翌年1973年3月16日に死去する。3月19日に葬儀が行われ、5月13日に記念礼拝が行われる。亀貝は、キリストは仏教の破壊者ではなく、完成者であるとの信仰を持ち、富山での教理伝道に修正使えた。富山新条協会の前の亀貝両運牧師、平家物語の 基本象者の鐘の声諸行無常の響き、ありさら僧侍の花の色乗車筆衰の理を表すを引用する。そして、この無常観は、仏教専用のものではないとし、コヘレトの言葉伝道者の初代一章、第二から十四節、ペトロの手紙一大一章、第二十四から二十五節、また遺伝、第二十四章第三十五節を引用する。仏教は在章に悩み、 たりきの本願を立てた。親鸞は在籍官に徹した。ローマ書を読んで、この在籍官が聖書にあると悟った。使徒パウロは自分を罪人の頭と呼んでいる。神に対して罪を犯した人類が滅ぼされるべきというのは必然である。仏教の目的は在承祝号を断絶することにあり、御だによる救いを求めていた。救いの宣布者ではなく、 救い主ご自身を見たいと願っていた。それがキリストご自身であると確信した。救い主として肉体を持って地上に来たり、十字架において罪からの救いを与えてくださり、これを信じる者は十字架のイサオ死によって永遠に罪から解放され、救われて永遠に神の民となると信じた。仏教の在庫から断絶され、神に反逆した罪から救われた。 実に、キリストによるのほか、この神への滞在よりの救いは他に、全くないのだ。十字架による罪よりの永遠の救い。全人類を、心より悔い改めて、とこしへのこのお救いに預かれ。さらに復活の希望、精霊の恵み、教会の活動、天国の富、祭臨の待望について語っている。ありがとうございます。